昨日の松江城、定山公園には数えるほどの観光客しかいませんでした。堀川遊覧船は今日通常通り運行していますが、その姿はありません。そして堀川遊覧船乗り場の船頭たちも乗客待ちの状態が続いていました。一方、恒例のカニ感謝祭が開かれたこちらも。日曜日正午頃の水木しげるロードです。時折雪もちらつき、天気には恵まれていませんが、この観光客の少なさ、かなりです。こちらは去年のカニ感謝祭の様子。カニ満載のリヤカーのパレードやカニ汁の振る舞いなど、多くの観光客らでにぎわっています。しかし昨日は人が少ないのは、やっぱりちょっと心苦しい部分と寂しい部分はやっぱりありますね。それもそのはず、例年盛大に開かれてきたカニ感謝祭は、新型コロナの影響で今年はカニの奉納のみとなったのです。一刻も早くコロナが収束して、そしてカニの方もたくさん取れることを本日期限いたしましたので、それが実って、非常に今まで通りの、今まで以上のにぎわいとなることを願っております。そして関西に近い鳥取砂丘。午前11時過ぎの鳥取砂丘です。天気の影響もあってか、人の姿はほとんど見られません。取材班がいたおよそ30分間に観光客の姿がわずか5人ほどしか見られませんでした。近くの土産物店は関西からの観光客も多かっただけに、今後客足が戻るか不安を募らせています。この今の感染の膨らみ方の状況を見ますとですね、これまた伸びる可能性もあると、その辺も想定内に入れてですね、我々もいろんなことものを考えていかないかのかなと。そしてこちらの店でも、鳥取のソウルフードともいえる豆腐ちくわを売っているこちらの店、関西にも出された緊急事態宣言の影響で大打撃を受けています。創業150年を超える老舗千村、その直営店で鳥取堂の近くにあることから、地元からだけでなく県外からの観光客も多く訪れます。しかし昨年末の GoTo トラベルが止まって以降ですね、関西からの観光バス団体のお客様はゼロがずっと続いた状態ですし、この年明け緊急事態宣言が発令されてからは個人のお客様もうほぼゼロに近いような状態がずっと続いております。やはりその関西からの観光客が止まってしまうというのは非常に痛い厳しいところです。店では来店客の半数が県外からの観光客で、その中でも関西圏からの客が多くを占めています。今月の売り上げは例年と比べて半分以下にまで落ち込みました。まだ当分こういう状況が続くことも想定をされるので、非常に先行きが不透明で厳しいなと思います。換気だとか3密を防ぐ対策をしながらお客様を迎え入れる体制は作っていきたいと思いますので、なんとかですね、この状況が早く改善されてほしいなというふうに思います。